ロック藤山に14年ぶりにロックゲイシャガールが帰ってきたぜ。 Give it up for the original geisha girl Shelly! Welcome back! ただいま戻ってきました。みんな元気？久しぶり。おかえりシェリー。ちょっとおかえりシェリー、めちゃくちゃ豪華な、わ嬉しい、ありがとうございます。やっと待ってた。いや、ね、もう超、もう私も声かかるのずっと待ってましたよ。すると YouTube 私抜きで始めてみんなでさあ、ということで今回は特別企画シェリーおかえりスペシャルです。よろしくお願いします。イエーイ、ただいま。まあ、あのロック藤山はね、シェリーとしては初めてのバラエティ番組。そうですよ、人生初バラエティ。私はロック藤山でバラエティを覚えましたよ。覚えさせられたというかいや、あのマーティとローリーとはいつ頃から。マーティさんは本当に、5年前ぐらいに多分一度お仕事でお会いしたぶりですよね。そうですね、内容全く覚えてないんですよシェリーちゃん久しぶりってしか覚えてないですね。やりましたよね。そうで、ローリーさんももう相当昔じゃない。相当昔ですよね。10年ぐらい、10年も以上かも。いや、そうですか。僕はあの個人的にはもうほぼ毎日見てますけどね嬉しい、本当ですか。でもこうやってみんなで集まると、なんか本当空いてた時間がなかったかのように。いや、不思議ですよね。不思議です、本当に何にも変わらないみんなさあ、シェリー覚えてるかな、はい、もうみんなでアルバム出したよね。いや、あったね、ありましたね。ロック藤山バンド、懐かしいね。ロック藤山バンドやりました ね、 ね、ライブもやりました、はい、ライブやりましたよ、やりましたね、品川のね、チェリーボム歌ったじゃん。チェリーボム歌いましたよ忘れられないね、懐かしい。あ、まあ、このアルバム出した時にね、シェリーがあの、はい、グリーンデーのバスケットケースを歌ってくれたんだけど、そう、何を考えてたんだか、うん、やる、ひょっとして歌ってくださいます。せっかくだからこれはちょっと、いや、すごいな。 Let's go Shelly。 Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I'm one of those melodramatic foolsNo doubt about it. ちょっと、ちょっといいじゃんいいじゃん。私歌 NG なんですけど。いや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 、あのね、あのその当時だったら歌ってと言ったら絶対断ったんですよ。そう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 、確かに超恥ずかしかったです。いや、もう本当に、いや、私も今死ぬほど恥ずかしいですからね。マジで。あの頃もレコーディング終わってどうだったって言ったら、いやーっつって、いや、もうそう、本当にあのリハーサルの時に、ライブのリハーサルの時に、はい、すごい恥ずかしかったですよ。なんかやった後になんかのもう一回やりましょうって、あ、本当ですか、もうこれで大丈夫じゃないですかって僕らのためにもう一回やってくださいって、もう本当にあれから成長しましたね。いや、もう全然してないです、本当に一発でやるんだ、必死です、本当に素晴らしい。いや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 、いや、実はね、結構コメント欄にもたくさんメッセージが来てた、はい、うん、ちょっと紹介しようかな。斉藤誠さん、やっぱりこのメンバーにシェリーがいてほしい。白黒さん、シェリー呼んでください。もうこういうねメッセージものすごいいただいてて、めっちゃ嬉しいです。忘れてなかったんだな。いやいやいや、で雄大、これは勝間さんかな、雄大勝間さん、やっぱりシェリーは必須よすごいDZN13、 ジェリーの You got it、 かわいいな。あ、はいはい、あ、キャッチフレーズだったね、やってたよね。あの100人一首とかで正解した人に、うん、You got it ってやってました。そうでしたっけ。やってました、やってました。じゃあレッドツェプリンさんのカスタードパイです。ローリー正解。 You got it こんなんだったから全然練習してないのにこのやってくださるんで、蘇るもんですね。いや、もうなんかもう すんなりなんか帰ってきた感じが嬉しいすごい嬉しいです。私も僕ニヤついてますよね、絶対テレこのたるんだ、いや、たるんでないです。もうさあ、ところで今回はあのシェリーのお風呂場と、藤山のコラボなんでね、もうズバリ聞いちゃいますけど、シェリーの考えるグッドセックスソングとバッドセックスソング聞かせてください。バッドセックスソングある？何をおっしゃいますか、バッドセックスソングありますよ。あ、すごい知りたい。それはじゃあ、まあ今回はそのシェリーのお風呂場
ということで、性教育の観点で、グッドセックスソングバッドセックスソングをちょっと選ばせてもらいました。あ、素晴らしい。性教育の観点ね、はい、そうですね、はい。じゃあまずはバッドセックスソングの代表は、はい、ロビンシックフィーチャリング T.I. & ファレル・ウィリアムズのブラードラインズです。はい、こちら、はい、ね、2013年に発売されて世界各国でナンバーワンを獲得しています。1500万枚も、そうですよ、大メガヒット、ね、好きそうじゃないこういう曲。もう大好きでした。最初出た時もめちゃくちゃ踊って、うわかっこいいと思ったんですけど、歌詞聞いてドン引き。あなんでこれはまあ、お酒を酔わせて女の子にちょっとぬるっとセックスに持ち込むみたいな歌詞なんですよ。まさにブラッドラインズっていう歌詞、タイトルも言ったら、そのここまでよっていう引いた線をなんか濁すみたいな、ブラッドラインズ、曖昧にするみたいな歌詞なので、これは性的同意的にアウトです。あよっと言わせてよ、おめえが欲しいんだよみたいな。そうですそうです。逆のケースはあるんですか、男を酔わせて。はい、あると思いますよ。男女関係なくお互いにしたいね、うん、したい、じゃあしようっていうのが性的同意です。あ、それ一番いいんですよね。一番いいです、はい、もちろん一番いい。一人やりたくなければダメじゃないですかね。そうなんですよ。だからそれがまさにブラッドラインズです。いや、したくないと思ってる相手をいかにごまかしてごまかしてセックスに持ち込むかっていう曲なんで。あ、でもそれ昔からずっとあったんですよね。ありました。それじゃないとなんかもう人間続けないんじゃないですかね。大丈夫です。ピラミッドの壁画にも多分書いてあったと思うんです。その壁画をもう今すぐ壊しに行きましょう。では逆にグッドセックスソングの代表は、はい、The Vinyls の I Touch Myself です。あー、こちらその言い方美味しいんだよね、今のは。美味しかったですか。美味しかったです、ね、嬉しい。いい曲じゃん、大好き。オーストラリアのバンドだよね。そうなんですよ。おー、はい、ディヴァイナルズですね。80年代に活躍したオーストラリアシドニー出身のバンド、本国では結構売れました。はい、そうなんですよ。優しい感じだね。どうしてこの曲が、実際はなんか結構そうですよね、なんかこう、まあ、一応ロックなんですけど、うん、この曲の歌詞はあなたのことを考えているとついつい自分で自分の体を触っちゃうわっていう女性の歌ってる曲なんですけど、うん、ほうほう、最も安全なセックスはマスターベーションですよってことです。あ、かなりソーシャルディスタンスですよね。そう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 、確かに時代に合ってますね、うん、いやでもあの人のディヴァイナルズのボーカリストのクリスティーナ・アンフレッツさんなんですけど、はい、めちゃめちゃ可愛いで、可愛い声が独特ですごいセクシーだから、 その曲のマッチングと彼女のオーラは完璧だと思います。完璧ですよね、うん、大好きです。ローリーの顔がこんなに固まったことはあんまり見たことないね。え、表情が固まってしまって、どうしたのかしらという。いやいやいや、なんかもう恥ずかしくて。ローリーさん、シェリー大人になりました。性教育の話するようになりました。そうなんですよ。なので、まあ、その性感染症とかうつす心配もないですし、生活にすれば一番いいのでっていうことで、この曲で好きな人のことを思い浮かべながらちょっと楽しむっていう。じゃあシェリーってなんかグッドかバッドか分からないんですけど、はいはい、プリンスのダーリングニキってどっちですかね。それグッ、歌詞もしっかり調べました。はい、調べた、はい、はい、これはグッドセックスソングです。あ、よかったよかった。これはもう完全にそのニッキーの方がホテルに招待して2人で、まあ、いろんなおそらくセックストイみたいなものを使って楽しんでいる、性的同意もしっかり取れてるグッドセックスソングです。これいいコーナーですよね。毎週やりましょう。やりますか。じゃあこれはLA メタルを代表するこのバンド、ワスプの、子犬のように可愛がる、ワスプのアニマルライクアビースト、獣のように犯してやるぜ。シェリー、はい、ご想像の通りブブーバッドセックスソングです。
です。あアウト。あどこが悪かった。これはですね、子犬のように可愛がったのにな。子犬のように可愛がるまではいいんですけど、あの歌詞を見る限り、その相手の女性に関係なく自分の欲情だけでこう、ね、いろいろちょっと強引にしているという様が見受けられたので、あの同意性が見られないという、そうですね、であの お前の気持ち関係なしに好きにしてやるみたいな感じに、それは自分勝手な感じですね。そうですね、あとちょっとこうなんか痛みつけるまでいかないですけど、やっぱビーストなので、ちょっとやっぱりそのあのちょっとレイピーですね。アビューステリー。それ通じる日本語で。ちょっとレイピー。野獣すぎでしょうね。野獣すぎ。そうですね。さあ楽しい時間はね、もうあっという間で本当縁も竹縄ですけども、今回のゲストはシェリーでした。ありがとう。違う。次も来ます私、次回も。え、マジで？次回出ます私。だって鼻歌ソング作ってもらってないですもん。やったやったもういさせてください、いさせてください、次も。よし、いや嬉しいですね。ということでシェリースペシャル次回も続きます、お楽しみに。そしてチャンネル登録もお願いします。 Please subscribe, smash that like button and share the video. Hell yeah!